これは孫悟空の父バーダックの知られざる物語。まだ悟空が生まれて間もない頃、バーダックは巨大な敵に一人立ち向かっていた。なぜ俺たちを攻撃するんだフリーザー。俺たちサイヤ人はお前の命令通りに働いてきた。なのに身の程知らずに。お前らサイヤ人は利用されてただけだぜ。サイヤ人にはもう消えてもらおうと思いまして。惑星ベジータごとね。貴様ら伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。許さねえ。さあ美しい花火が上がりますよ。ベジータの爆発に巻き込まれて、ここはどこだ。この景色や空の色、どっか惑星ベジータに似ているか。ああ、目が覚めたみたいですね。なんだこいつら、見たこともない種族だ。そう警戒しなくても大丈夫。私はイパナ、この村で医者をしているものです。そしてこの子は息子のベリーです。森の外れで倒れていたあなたを見つけてきたんですよ。これはこの惑星プラントに伝わる秘伝の薬です。惑星プラント、確か惑星ベジータの元の名前だ。これであなたの傷も良くなりますよ。傷の痛みが引いていく。メディカルマシンの液体にそっくりだ。一体どういうことだ。俺は過去の時代に来ちまったのか。おっしゃ、お名前は。ガキは嫌いだ。あれはまさか。あっちは村の方向だ。よく聞け。今日からこの惑星プラントは宇宙海賊チルド様のものになる。逆らうやつは皆殺しだ。カーカーカー。おい、お前ら。なんだお前、俺たちに歯向かう気か。バカなやつだ。キャビラ、見せしめにしてやり。任せろ。これじゃリハビリにもなりゃしねえ。ありがとう。あんたは村の救世主だ。勘違いすんな。てめえらが死のうが生きようが俺には関係ねえ。
住みかここにするか。まったくどうなってんだ。あの爆発に巻き込まれてからのことがどうしても思い出せない。くそー、これは一体どうしちまったんだ。食べ物とお薬を。いらねえよそんなもん。いいからさっさと消えやがれ。でもうるせえ、さっさと行かねえとぶっ殺すぞ。ここに置いていくから。バーダック、俺の名前だ。バーダックさん、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 バーダックさん。トービとキャビラからの連絡が途絶えてもう10日か。ジュード様、この状況では何者かに襲われたと考えるのが妥当かと。この僕に歯向かう奴がいるなんてね。ちょっと面倒だけど、この僕が直々に出向くことにするよ。このチルド様のいいおもちゃになりそうだよ。大丈夫、この傷ならすぐに治るよ。ありがとう。その薬興味深いね。あなたたちは？我々は全宇宙の平和を守る宇宙警察さ。この星に逃げてきた2名の悪人を追いかけてきたんだ。知らないかな？2名の悪人？ああ、僕たちは彼らを追っていてね。その2人ならもういませんよ。バーダックって人が。バーダック？ええ、ものすごい強さであっという間にそいつらを倒してくれたんですよ。ならよかった。僕たちその人にお礼しないとね。どこにいるの？よし、もう大丈夫だ。バーダックさん、うまい。興味ねえよ。でもバーダックさんを探してるみたいで。俺を？その人たちすっごく怖くて、僕なんだか嫌な予感がするの。なんだ？きっとさっきの人たちだ。バーダックさん、お願い、村のみんなを助けて。お願い、お願い。このままじゃきっと村のみんなが。ねえ、バーダックさん、俺には関係。バーダックさん、村の人や父ちゃんを助けて。ねえ、ねえ。
ザクさん。時間切れさ、宇宙警察ごっこは終わって皆殺しの時間だ。嘘をついていたんだな。一度安心したやつを苦しめた方が何倍も楽しいじゃないか。この悪魔め。そうそう、さっき君が使ってた薬、後で僕がもらうつもりだからね。お前になと渡すものか。そうか、じゃ仕方ないね。ほチルド様に逆らおうなんてバカなやつだぞ。バダック。バダック。ああ君か。トービとキャビラを倒したってやつは。クリーザー。クリーザー。貴様。バダック。このチルド様に歯向かうなんて生意気じゃねえか。フリーザー。さっきからフリーザフリーザって失礼なやつだね。僕が誰だか分かってるの？僕は最強の宇宙海賊チルド様なんだよ。チルド。フリーザじゃねえのか。もしここが過去だって言うなら、こいつはじゃフリーザの。これはやめないか。父さん。おかわいそうに。しかし。まったくとんだ拍子抜けだったよ。